日本埼玉県埼玉市西区、蓬来蓬来は埼玉県埼玉市西区の大技。郵便番号は331-0074。埼玉市西区北西部の小荒川が作り出した中石平野上に位置する南北に長い平坦な区域である。地内には小荒川によってできた南北に伸びる自然堤防も見られる。地区外の東域には大宮大地の崖線が南北に伸びる。 中央蓬莱川が南北に流れ、南側は滝沼川が東西に流れ下り、西側には荒川の,川の河川区域を隔てる堤防が南北に築かれていて、それにすぐ東側に並行するように西堀川が流れる。東側を大技、峰岸や大技、札桃木領辻や大技、札桃木領別所、南側を大技、 差し扇や土屋や大技採遊場、北側を上押し大技、平方や大技西海塚と接する。また、西側はかつて差し扇地区に属する大技の入海地や、流作城由来の飛び地群を隔てた向こう側に川越市大技、古屋登がある。北西側に離れた場所に周囲を上尾市及び川越市に囲まれた埼玉市の飛び地で、 大技宝来に属する大きくまとまった飛び地があり、その中央を上げ落ち掘り川、生端を荒川が流れる。地内の荒川堤防では、埼玉築堤事業によって堤防のかさ上げ工事が実施されている。土地利用としては、北部は市街化調整区域であり、ゴミ処理場などの公共施設や住宅などが混在する、高知整理された水田の割合が多い農地で、 国道16号や滝、沼川を隔てた南部は市街各一に指定され、差し扇駅に近くとしかしており、もっぱら住宅地となっている。定外地に位置する飛び地では、農地のほか、運動公園やゴルフ場などのレクレーション施設として利用されている。地内に、かつての内囲い包みの跡が道路として見て取れる。住宅地の地下は二0十九年一月一日の工事地下によれば、 大技法来あざ上横手1457から9の地点で11万9000円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵国に足立郡差し置き領に属する上宝来村及び下宝来村で古くは中世末期頃より見出せる立花層に属していたと言われている。現在の大技、宝来の上宝来村は北半分。 下蓬莱来村は南半分に相当する。また、古くは、官営商法期頃は、一帯は、蓬来屋と称される原野で、蓬来屋には、左仙領の十三カソ入会のマグサ城があった。蓬来は蓬来とも記されていた。1682年差し置領の領主である、山内豊前守が、荒川の騎士輪に、水女包みを築き、 宝来屋を開墾して、上宝来村、下宝来村を村立てた。分世期には、流域沿いに、宝来屋の残部の原屋が存在していた。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園墓では宝来村として、野高106国余り、原禄豪町では、上宝来村では155国余り、下宝来村では483国余り、天保豪町では、 上宝来村では百五十八国余り、下宝来村では四百九十二国余りであった。スケゴは両村とも、中仙道上尾宿に出役していたが幕末は、大宮宿にも出役していた。火星期の世帯数は、上宝来村は十五県、下宝来村は六十二県で、村の規模は、上宝来村は、東西二十町、南北十町、下宝来村は、東西三町、 南北二十町余りであった。村名は新村を村立てた際、その前途を水す意味を込めて名付けたという。荒川に近く東は、大宮大地に挟まれた低地に属する地域で、強法、官方、法暦、名和、天明年間に、大水が発生して、他が冠水するなど、古くから水害の常習地帯であった。荒川の水防のための荒川水助包みが設けられて、 いたが、大地園から流入する、水の排水の障害にもなり、悪水堀の改作や、悪水吐き入り取りが水除包みに複数設けられていた。2019年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。差し置き駅北口方面からの路線バスが運行されている。かつては、 旧家宝来村に、京宝基創設の天台宗明元寺もあった。地区の南部は、佐々扇駅前に位置しており、その周辺を中心に、多くの商業施設が立地する。ありがとうございます。